皆さんこんにちは、野菜ソムリエのパルです。今日は新玉ねぎの辛みの抜き方についてご紹介をしていきたいと思います。新玉ねぎは生で食べても若干辛みが感じにくい玉ねぎです。で、それでもやっぱり生で食べるときはこう辛いなって思ってしまう、まあ、個体差もありますので、新玉ねぎの個体差があるので、ちょっと生で食べても辛いじゃんこの新玉ねぎって思うこともあると思います。でそんな中、今日は、3ステップで辛みの抜く方法をご紹介をしていきたいと思います。でまずはじめに玉ねぎの切り方なんですけれども、繊維が玉ねぎはこのようにこう縦に入っております。ですので縦にこう切って繊維に沿って切ったとしても、あの辛み成分は抜けづらいです。じゃあどうしたらいいのかというと、こう繊維を断ち切るようにスライスをしていくと割とあの辛みが抜けやすい傾向にあります。ということでまずは切っていきます。よくあのなんだろう、サラダバーとかでもあの新玉ねぎのスライスとかあると思うんですけども、それも大体こう繊維を断ち切って切っている傾向にありますよね。でまあね、輪切りできる方はそのまま輪切りしててもいいんですけど、ちょっと大きいっていうところもあるので、こう半月にしてこう切っていきましょうかね。でできたらまあなるべく薄くスライスしていくと良いかと思います。で、スライスをしました。あ、でも結構この状態でも辛み成分ちょっと感じる、はい、でこのようにあの繊維を断ち切って切ったんですけども、ちょっとまだこの状態で辛いなっていうことがあれば、あのこのようにちょっとまな板の上に全体にこう広げていただいて、まあ、30分くらいですかね。まな板で、まあ、他の料理をするんであればまな板の上じゃまんなるので、バットか何かの上にこのように広げておいて30分くらいちょっと置いておいてください。でそうするとこう辛み成分でこう揮発するそうなので、辛みがだいぶ抜けていってくれます。置いたんですけどちょっとまだ辛いですね。ということで今度はボウルに水を張ります。で水につけます。ただこの方法をするとちょっと水溶性のビタミン C なんかは流れてってしまうって言われてますので、ちょっと栄養重視する方はちょっとね向かないかもしれないんですけども、とにかくもう生のまま辛い玉ねぎじゃなくて辛みを抜きたいという方におすすめなのがこちらです。でここに入れておくだけではまだちょっと辛みがあると思いますので、ここの中で今度はもみもみちょっとしますね。でここでちょっとしっかりこうやって揉み込んでいくことでだいぶ辛みは減ります。ただちょっとシャキッと感はなくなってしまいますが、シャキッと感が欲しい方はもう氷水で浸すようにしてください。でシャキッと感そこまで必要ないよっていう方はこのようにもみもみしてみてください。でちょっと食べてみましょうか。全然辛いっていうのはないので、この段階で辛みもだいぶ抜けて食べやすくなってきているとは思うんですけど、やっぱちょっと玉ねぎによって新玉ねぎによって個体差とかがありますので、これでもまだ辛いわっていう方はもうあらかじめドレッシングと和えておくとか、あとはもう甘酢につけておくとか、ちょっと酢の物と一緒にしていただくと辛みもだいぶ抜けやすくなってくるかなと思います。はい、ということで今日は新玉ねぎの辛みの抜き方をご紹介しました。私野菜ソムリエの資格を持っております。野菜ソムリエについて知りたいな、野菜果物についてもっと知りたいなと思う方は概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしければそちらの方をご覧ください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。